工業です。ふみです。若手民です。今回中央大学の新キャンパス、明賀谷キャンパスやってきました。おー、めっちゃ綺麗よ。すごいね。はい、ここでなんか法学部が移転したらしいので、はいはいはい、まあ、中央法学部キャンパス調査やっていきたいと思ってます。はいはい、あー、これ気になりますね。いや、すごいよ。中央法学部ね、マーチの中でも名門って言われてますから、はい、ですね。どんなもんなんか、はい、インタビューしていきたいと思ってます。はい、楽しみです。皆さん、チャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターのインスタも絶対お願いします。調査ストップ。わかって TV。 ちょっと伝わるやん。おー、これはあのビーマポイント丸です。はい、何年生？1年生。おお、どうなの、キャンパスは。実際入学してみて、うん、すっごい綺麗です。何が綺麗かった？食堂とか。え、食堂？はい、教室とかもいっぱいあって全部綺麗です。確かに、あのお姉さんも綺麗ですね。あら、野球とかで使うパターンで。あ、いや、そういう方ね。なぜ中央法学部を目指そうと思ったんですか？うん、はい、私、スポーツ推薦。は？裁かれろ、法律。おい、なんだ、おい。裁かれねえよ、別に。犯罪者。いや、お前だよ、おい。モザイクくれといて、モザイクくれといて。いないです。スポーツを使ってズルして学歴が得た方と供述しております。どんなスポーツやってるんですか？ボートをやってます。あ、ボート、絶対スポーツの部活の練習場とか、たまけんやん、絶対。埼玉で練習してるので。あ、東大の方ですか？はい、東大です。スポーツ推薦やから法学部じゃなくてええのに、うん、とりあえず法学部入って丸儲けしとるやん。やめろお前。いやいや、やりたいことが法学部とかなんじゃない、きっと。はい。うわ、ちょっと怪しい。怪しい。将来何になりたいですか？有名な会社で働きたいです。あはー、やめろお前。おい、浅すぎてボートもたどり着かれへんわ。おいおい、はい、じゃあ男の子2人見つけました。おい、これ見て、全身グッチ。あらららら。おいおいおい、都会のキャンパスやからって張り切りすぎやって。やめろお前。おいおいおい、背中は？ブソンのカバン。やばいって。この後キャバクラ行く気やねん。確かに。去年はタマキャン行ってた。去年はタマキャンです、ね。タマキャンでグッチは着られへん、着られへんもんな。そうね。1年と2年ずっと同じクラスなんですけど。はいはいはい。タマキャンの時からずっとこんな感じ。ああ、浮いてんねん。どうですか、明賀谷キャンパスは。うん。もうめちゃくちゃいいです。これは中央大学法学部の逆襲。始まります。あの、いいですか、僕、ちょっと、新しい大学群、ちょっと提唱したいなと、思ってまして、これからの時代、宗家明です。宗家明、明賀谷の明です。宗家明、はい、自分が入試の時はそうだったのに、実際。あ、確かに、ね。宗家と中央法学部だったんだけど、すごい凋落していて、法学部、ね、どんどん。そう。こっから偏差値も上がりそう。いやー、上がってほしいです。でも実際、今年の新入生、話聞くと、うん、結構、結構びっくりするような新学校から来てるみたいな。え、どこの高校？愛知の東海とか。え、東海高校から。中央法、やめろお前。早慶蹴ってる人も。早慶蹴り、早稲田の文と教育と人化はもう鉄板です。あ、え、おい、蹴られる鉄板。蹴られます。おい、足切り対象やめろ。司法試験の合格率もやっぱ高いんですか、中央法は。そんなに高くないですね。なんやねん。ロースクールとかでも最近低迷してるっていう。さっちもローかよ。やめろお前。いや、ちょっとうまいな。あの、優秀な中大法学部生って、はいはい、学歴ロンダリングで、東大とか早慶のロースクールに行っちゃうんで、東大とか早慶のロースクールのその合格率が高いのって、はい、中央法学部生のおかげなんです。いやいやいや、合格実績だけそっちのロースクールに取られてもて、なんかスカスカの中央法。やめろお前はね。いや、なんか学生がすごい溜まってます。ちょっとやばいやばい、集まっちゃった。やばいやばい。本社から実際弁護士あんま行かないでしょ。やめろお前。弁護士崩れでしょ。分かったれよ、本当にね。弁護士なんのかな。じゃあ男の子2人組見つけました、はい、どうですかこのキャンパスは。早稲田も受けて。早稲田も受けてる。成形の参考館があるじゃないですか。はいはい、綺麗ですね。ああいう感じの内装なんで、え、中に階段もあったりして、はいはい、庭園もある。突き抜けで見えたりする。へぇ、あ、図書館とか行ったの？図書館行きました。あ、行きました。どうやった図書館は。なんか、おしゃれなんて、待って、週刊プレイボーイが置いてあった。いや、置いてねえ。普通になんか美容雑誌みたいな。あ、美容雑誌ね、はいはいはい。そのシャーペンじゃん。週刊プレイボーイの時に言ってくれよ。ツッコミがワンテンポ遅いね。時差あるか思った。失礼しました。で、あとは、あと何ですか、図書館って、うん、図書館結構静かにしろみたいな。はいはいはい、現金なところなんですけど、中央大学はおしゃべりとか OK。おー、ディスカッションしろよみたいな。兄弟の俺からしたらドベンチャラしてるよみたいな。レベル高い議論できんの？全然ですよ。もうなんか、可愛い女の子いたみたいな。
中央方の思惑と違う、ね、やめろお前。じゃあ男の子誰か見つけました、はい、どうですか新キャンパスは、うん、正直狭いです。あ狭いんだ、トイレとかもあれか便座一つに男二人で、いやすがるよお前。トイレットペーパーもちょくちょく切って使わなかった。いやいや戦時中かお前さ戦時中か取り組み偏差値低すぎやろ。玉キャンでもやっぱ在庫のトイレットペーパーはもうバババンって置いてある。あー、こっちそんなん、あ、トイレットペーパー不足そもそも。いやいや、少ない。トイレショックだ、はいはい、トイレショックだよ。他なんかあります、うん、新キャンパス。食堂も狭いです。食堂も狭い。食べに行けないです。食べに行けない。あとちょっと気になったのが、はい、IC 系じゃないと支配できない。あ、キャッシュレス。キャッシュレス、キャッシュレス。キャッシュレスで学歴ですね。いや、お前、やめろ、お前。はい、じゃあ男の子2人見つけました。はい。なんか頭良さそうな顔してるもんね。良さそうです。国立落ちな感じするけど、ちょっと。国立落ち。はい。どこ落ちた？一つ橋です。一つ橋です。一つ橋落ちて、うん、総計行かずになんで中央来た？対策してる暇あったらもう一つ橋の若者もやりたかったんで。ああなるほどね、ワンチャン慶応受けたらよかったかもしれないね。あと20年言います。やめろお前、バカタレが。でなんで中央降りたの？総計って、はい、地方会場ないじゃないですか。ああ、そうね、確かに。めんどくさいじゃないですか。確かにめんどくさい。協定をね、受かりそうなとこ出して、あで結果ここにありました。ああ、そういう層も拾ってんねや、中央。実際学生のレベルはどうなの？入学して、うん、周りのレベル見て。確かに思ってた自分よりは、ちょっとみんな真面目やなって。しても君さ、自分も自分やのに、ちょっと自分のこと見下してるやん。四日市高校時代に私文には行かねえぞって見下してたのに、ブーメランになって帰ってきてるやん。クラス全体で私文はあかんみたいな。受験は失敗したわけやんか、逆転するぞみたいなプランは練ってんの？法学部といえば3年の一貫コースで、4年じゃなくて3年で大学を卒業するって。あ、できんねや。それを狙ってる。そうですね。成績良くないとそれは無理。やっぱり、はい。はぁ。4年生の時にもう大学に行けたりして。てことか。4年目。すげえ。中央方で、のんびりしとる場合ちゃうと。ああ、こいつ大学6年行ってるからね。おい、6年行って中退やめてくれ。学部学科は法理学部の、国際企業関係法。ああ、出ました。穴場のやつだ。やめろ。何が違うの法学科とは。英語が多いです。あ、そうなの。すごい。あ、じゃあむずそうや。なんかでも結構で入ったんで。ズル2連発。やめろお前。法学部の優しいところを指定校で前科2班です。やばい、やめろ。女子目線でキャンパスの中身どうなんかって気になるけど、みんな結構キラキラした人がすごい多くて、おなんか青学かなって思います。おお、今日なんか陰気多かったけどな。やめろお前。青枠とかだとパウダールームがあったりしてるんだけど、どうなの中央。シャワールーム。シャワールーム、ちょっとちょっと現場ですかここは。更衣室があったんですよ。更衣室があって、はい、そこがなんかすごいパウダールームみたいなのあります。あ、ちゃんとね、女子にも配慮してる。そうですね、まあ、体育とかもここであんの？あります、あります。あ、体育館があるってこと？トレーニングルームみたいな。トレーニングルームがあるんだ。何階とかにあるの覚えてる？地下です。あ、地下に。ありそう。タマキャンのやつはもうずっと歩いてるからトレーニングしなくていいけど。確かに。ここ運動不足になっちゃいますから。何学部の何年生？法学部法律学科の3年生です。おー。なんかもう確かになんか仕上がってるもんね。できるからあるね。弁護士志望？そうですね。おー。炎の塔に入って。炎の塔って何なの？タマキャンのなんか、弁護士が勉強する場所、弁護士志望の勉強する場所。なんかタマキャンの時は、炎の塔って呼ばれる建物が奥の方にあって、はいはいはい。だったんですけど、今度こっち移ってからは、地下2階に専用のフロアがあって、炎の塔に入ってる人しか地下2階って入れないんですよ。へぇー、専用みたいな。そうなんですよ。かざして、入って、ゲートが開いて、入るみたいな。イメージは、こう、予備校の実習室みたいな。はぁー。とかがあって。ちょ、ビップラウンジみたいなことや。そんな感じですね。へぇー。すごいね。タマキャンからこっちに移ってきて。確かに確かに。うん、なんかそこは、どうなのな。ほんと、マジでいいですよ。マジでいい。すごい。すごい喜んでる。ほんとに。お二人ご存知かもしれないですけど、河合塾横浜校みたいな。知らんわ。綺麗の代名詞、河合塾横浜校ちゃうね。ちゃうね。やめてくれよ。池田塾高松校にしてくれ。正直タマは自然豊かで我々で僕好きだったんですけど、でもそれこそ炎の塔から一番近くのコンビニまで片道12分ぐらいかかるんですよ。めっちゃ遠い。なんで、で商品選んでしたら往復で30分かかるんですよ。コンビニ勉強時間削られるんですよ。確かに。でもそこだったらコンビニは 1,2 分で作るんですよ。いやだってもうだって10分かからないですよ。勉強時間増えますよ。なるほど。勉強中心に考えてる。中央の分際でやめろお前。逆に残された商学部とか経済学部とかどう思ってるのかな。友達とかもいるでしょ。まあやっぱ法学部ですからね。もう序列がしっかりできてるから。お前ら雑魚はこの綺麗な環境を享受する場合じゃねえよ。そうですじゃあ中央法学部4人組見つけました。はい。このお兄さんがね、はい、法学科の4年生。そうです、そうです。すごいな。
火力がすごい、ね、弱さ弁護士や誰かわかるからどうなのこの中央法は学歴的にはまあやっぱり東大とか一つ橋にはちょっと負けちゃうんですけど、そりゃそうやろ、内容は負けないと思う。中身は東大クラス、もう本当にすごいと思いますよ。え、マジで、マジです。何が教授 のレベルが違うんです。あ、教授のレベルが高い。レジュメとかすごいびっちり出してくれたりとか、添削もしてくれたりとか、先生によっては司法試験の対策みたいな。そうです、そうです。法学部の権威みたいな先生が中央に集まっとると。結構いますね。いる。すごい先生の話聞かせてよ。なんか今年辞めちゃったんですけど、あの柴田健二先生っていう、柴田健二先生、司法試験交際員の先生だった。司法試験交際員、要するに司法試験作ってる人。そうです。全部その先生にあの教えてもらって、僕添削室とかもらったりしてる。だから共通テスト作った人がおる高校みたいなことで、余裕やん。で、柴田先生は辞めちゃった。ちょっとあの法科大学院の方に行っちゃいました。問題流出しちゃったから。早稲田じゃないんで。中央ちょっと陰キャ多いと思われちゃうんで、ちょっとイケてる人たちにもね、話聞きたいですよね。タマキャンのこれ異物よ、これ。遺産。今の侮辱罪ですよ。将来覚えててください。カップルですか。いや、サークル。サークルの、何サークルですか。オールラウンドサークルっていう。おー、エロいな。そこのサークルが楽しすぎて、僕今、一浪一流で、プラス1級。休学してる。一級ちょっと、いや、サークル楽しすぎて休学なんやそれ。いやいやいや、まあ、聞いたことねえわ。社会人1年目なんです。何歳？今年23歳です。で、何年生？今2年生。やばい。じゃあ中央法楽しい自慢をね、はい、してほしいんで。確かにそう、それも欲しい。サークルの、はい、一番楽しかったぞっていう日の話。静岡の伊豆の方で一軒家借りて、ピザ窯とかもあって、みんなでピザ作ったりして。ピザ窯。一日中バーベキューしたり。うわ、そういうのは楽しかった。うわぁ、ちょっと無なことはあったか聞いていいですか。あ、そういうことをするのは個人の自由なんで、サークルは別に関与はしてなくて、そういう場にやっぱりなっちゃうんで、お酒とか入っちゃって。あ、君が無夫婦。僕は無夫婦じゃない。あ、僕はあの横目でこうやって。横目無夫婦ね。この子もそのサークル4の。いや、中央楽しそう。ちょっと勉強もできるし遊べるしみたいな。このサークル入りたいだけや。というわけでやってきました、中央大学法学部のキャンパス調査。はい、いや、新キャンパス人気やったね。ね、予想以上に良かったです。めちゃめちゃすごいです。ね、で、法学部の、ね、中身も詳しく分かったし、うん、まあ、学歴的にもね、うん、中央法の立ち位置も分かったんで、面白い動画になったんじゃないですか。ね、これが中央大学の人気めちゃめちゃ上がると思うんで、ぜひ皆さんね、受験してみてください。チャンネル登録と高評価、誰かツイッターとインスタも絶対出します。じゃあ今日はこの辺で、バイ。コクッテ TV 第3弾開催決定。素敵な出会いを求める男の子女の子大募集。若手 TV があなたをね、応援します。詳細は概要欄をチェック。